これまでのあらすじ。こんにちは、はじめまして、イギリス在住の YKK です。年末年始に4カ国を巡る旅をしました。1カ国目のオーストリアでは元祖ザッハトルテを食べたり、本場オペラ鑑賞をしたりとおしゃれな旅に。2カ国目のドバイではうんち踏んだりタクシーぼったくり事件があったりしたけど、街の勢いに圧倒された旅となりました。今回はドバイを出発しモーリシャスへ向かうエミレーツ航空ビジネスクラスレビュー編です。実はエミレーツ航空のビジネスクラスにいつか乗りたいと願っていたので、今回は夢が一つ叶ってちょっと浮かれています。想像以上に規格外で、さすがエミレーツと思わされる機内サービスでした。ぜひ一緒に旅してる気分でお楽しみください。それではスタート。ここ着きました。で、今日はねビジネスクラス使うんですけども、びっくりしたのが、空港着いてね、エコノミーとファーストビジネスクラスは全く違うところに誘導されるんですよ。普通エコノミーの横にビジネスクラスとかファーストクラスの優先チェックインカウンターがあると思うんですけど、そもそもターミナルがね分かれてるっていうところがね、なんか珍しいなって思いました。ファーストビジネスクラス専用のターミナルの方に移動したいと思います。ワクワク、空いてる。さっきエコノミーの方は長蛇の列でした。かなり快適に設計されてますね。じゃあチェックインしていきたいと思います。モーリシャス、オンラインフォーム、we were not aware of it. Okay. Ah, I found it. This one, right? Okay. 過去6ヶ月間に行った国、オーストリアでしょ。ドイツのクリスマスマーケット行って、フィンランドだ、フィンランド、スイッツランド行って、フランス行って、ベルギーでしょ、トルコもそっか、イタリア、クロアチア、アメリカ、あとケニア、こんなもんかな、ギリシャもか。無事にチェックイン終わりました。国によってはまだこういうコロナのねルールが残ってたりするので、せっかくなのでラウンジに行ってみたいと思います。ラウンジ入りました。めちゃくちゃ広い、ひたすら奥まで続いてる。オフレーツコーナーですね。いやね、奥がめちゃくちゃ広いので、もちろんファーストクラスとビジネスクラスでラウンジは分かれてるんですけど、ビジネスクラスも今まで行ったラウンジで最大級かなと思います。広い、この廊下がずっと奥まで続いてるんだけど、ひたすら奥まで、なんかターミナル全部がラウンジなんじゃないかっていうぐらい。ここにコーヒースタンドがあって、まだ続く、まだ続く。これだけビジネスクラスの利用者が多いってことね、さすがです。ここご飯来た、ミドルイースタンウェスタン。ちょっとここ何食べれるか見て、食べたいものの近くに席取ろうかな。ここはミドルイースタンって言ってたから、中東系の食事です。中東系もちょっと食べてみたい、せっかくエミレーツのラウンジだから。でも見た感じイングリッシュレッカーみたいな感じだな。デザートコーナーとかあるよ、すごいね。やばいね、かもうこれ全部ターミナルが全部ラウンジみたいなノリじゃない。アイスクリームスタンドあります。でここはデザートエリア、いやすごいんですけど。エミレーツすげえ、デザートこんな感じ、チョコレートケーキ、エイジアンクイズイン、インターナショナルクイズインが続きます。エイジアン食べたいな。結局サーモン、スモークサーモン美味しそうだったよ。取りに行くのは大変、広すぎる。あ、エイジアン、エイジアン料理は何があるかな。あ、いい香り、あ、美味しそう、これ食べたい。チキンシチューみたいな、エイジアンか。 Hello. Wow, looks good. Makes me so hungry. Yes. What's this? コンジ。最後インターナショナルクイジンがあるエリアですね。今のところアジアンかな。ミドルイースタンはさ、なんかイングリッシュなコースみたいな。ほら、アジアン料理か、ちょっとインターナショナルは何があるか。いや、すごい。すごすぎる。この先にですね、モエシャンラウンジとかもあると。ちょっとインターナショナルクイジンだけ見ていきたいと思います。やばい。でもすごいさ、隔離ってか、リラックススペースもほぼこうやって半個室みたいになってるから、すごいプライバシー守られて、ゆっくりできそう。シャワーもあるみたいだね。シャワーもね。一番どこだろう、インターナショナルクイズイン一番奥かな、そんなもない。一番やっと端っこにたどり着いた。そうなのよ、今左半分見てるけど、右半分もね、こっち続いてるから、全然まだ半分見た感じよ。半分しかまだ見えてない。いや、お腹空いて早く食べたい。ここはインターナショナルクイズインかな、っぽいですね。ここなんか開けててすごく景色いいな。ここが端っこみたい。よし、インターナショナルクイズイン何があるでしょうか。チーズ、パン、ヨーグルト、ワッフルとかパンケーキとかかな、チキンシチューとか。アジア料理が食べたいな。アジア料理あるね、餃子。あ、アジア料理と同じやつある。インターナショナルに行けば何でもありけえか。これイングリッシュブレックファーストセットでしょ。ここにあるね。これ、あとちょっとカフェがコスタがあったのは見たんだけど、こっち半分はいけない。
いや、すごいわ。あ、ここタバコ吸っていいエリアなんだろう。あ、臭い。あ、臭い。うん、喫煙スペースがあるんだね。さあ、じゃあどこ座ろうか。反対側はいけないのかな。でもなんか左右対称で同じもの置いてそうじゃない。モイさんラウンジ。いや、すごいな。っていうか、すごくない、このラウンジ。最大級でしょ。これビジネスでこれならさ、ファーストクラスのラウンジどんなんやろって感じやけど、ね、スパとかもあるみたいよ。スパとかすごいね。ちょっとコスタでコーヒー頼もうかな。ちょっと反対側渡ってみます。わ、こっちも広い、こっちも広い。どんだけ席数あんの。ご飯取りに行くと大変やん。こっちやったな。こっちもバーあるのか、食事スペースが。こっち側の方が空いてるね。やっぱ反対側だから。ここなんか軽食って感じじゃない。ここでも軽食だな。あ、そこが萌えシャンだ。そこが萌えシャンバーです。シャンペンは飲みません、はい、お酒も充実。いやすごいな、遠いな。コスタ何メートルあるんだ全長。すごい広いわ。すごいんだよ、とにかく。よし、戻ってきた。コーヒー。 Hello, can I have mocha please? Can you make mocha with soya latte? Latte? Yeah, soya latte, soya milk だ。間違えた。頭が働いてない。でもラテはミルクって意味だからいいか。 So are you? Yeah, thank you. おいしい。結局いろいろ見た結果、アジア料理がやっぱり食べたいなということで、アジアンビュッフェから取ってきました。チキンのシチュー、それから野菜あんかけ炒め、おかゆみたいなものですね。それから餃子です。まずはおかゆから。朝なので。うん、おかゆ美味しい。でも機内食も出るからあんまり食べ過ぎてはいけないですね。ごちそうさまでした。今ドバイの国際空港にいるんですが、今から飛ぶのはモーリシャスへ向かいます。年末年始大型旅3カ国目モーリシャスへ向かうんですけども、今回はなんと奮発してビジネスクラスにしてみました。っていうのも、なんとかマイルを駆使して結果900ポンドぐらいでビジネスクラスに乗ることができました。飛行時間が6時間40分ということで、結構長い旅になります。決め手はエミレーツだからってとこですね。エミレーツのビジネスクラスに乗るのがずっと夢で、セックス・アンド・ザ・シティを見たことある人は共感してくれると思うんですけど、セックス・アンド・ザ・シティの映画、アブダビに行く話なんですけど、その時にあの主人公の4人がエミレーツのファーストクラスに乗って旅してるんですけど、エミレーツのビジネスファーストクラスってもう他の航空会社の比にならないぐらいすごくて、飛行機が2段になってて、ビジネス以上しか上の階に行けないんですよ。前回エコノミーでエミレーツに乗った時に、その階段を下から見てね、いつかこの階段を上がりたいなって思ってました。ビジネスクラス、ファーストクラスには飛行機の中にバーがあるんです。うわー素敵やな、こんな飛行機乗ってみたいなって思ってました。今回今ラウンジを使って、ラウンジもびっくりしましたけど、全てにおいてエミレーツのビジネスクラス、ファーストクラスはすごいなっていう風に思ってたので、まあ、ファーストクラスは無理ですけど、ビジネスクラスであれば今回マイルを駆使して900ポンドで行けるということで、今回は頑張ってみました。さあ今から登場します。後ろはね、あの並んでたら、こっちはエコノミーの列で、ビジネスクラスは上から乗るらしいです。やっぱり飛行機が2階建てになっているので、ビジネスクラス以上はもうこの時点でエスカレーター乗ってエレベーターで上に行くみたいですね。私あの飛行機の中の階段登りたかったんだけど、憧れの階段登れないのかな。そのままエレベーターで上がっちゃうのかな。階段登らずに行けるみたいね。でも機内のあの階段登る儀式したかったな。すごいよ、念願のエミレーツビジネスクラス上の階に上がれる。うわ、エンジン2つだ。ジャンボジェット、ジャンボジェット。Hello. Thank you very much. Second row to the flight. Thank you. This is better now. This way. Oh, 23. 23 is 結構後ろの方だ。こんな感じです。ここがね、
扉が閉まるわけではないんだけど、こんな感じの広々スペースです。機体は A380 で、 A380 って3種類あって、この飛行機に関しては2クラスしかないやつです。ファーストクラスがなくて、ビジネスクラスとエコノミーのみの2クラス機体になっています。なので飛行機の2階は全部ビジネスクラスですね。恒例のアメニティチェック、ノイズキャンセルヘッドホン、これはもうマストですね。毛布、敷布団がちゃんとありますので、夜になったら寝れると。まあ、今回はフライト時間が6時間40分なんで、そんなぐっすり寝るような時間はないと思いますけども、靴下とアイマスクですね。すごい柔らかい、足元冷えないように靴下。収納が結構いっぱいあって、ここねコンパートメントになってます。あ、開いた。ここコンパートメントになっていて、私リュックで来たんですけど、リュックを入れることができましたので、結構広々と使えます。もう一つコンパートメントがあって、ここにはね今毛布とかアメニティの靴下とかを入れてます。こんな感じで目の前には画面ですね、大きい画面ですね。ハロー。あ、oh, thank you、 メニューが来た。Like, take a look in our wine list. Why not? Wow, wine. 飲んじゃおうかな。赤ワイン飲んじゃったりなんかして、一回メニュー置いといて、で次で左手台になっていて、ウェルカムドリンク、オレンジジュースをいただきました。でここにも iPad があって、ここで、まあ、リモコン的に使えるのかな。あとここはドリンクバーがちっちゃいのがあって、お水、ペリエ、セブンアップっていう炭酸ジュースですねが置いてます。で上は何も置いてない空洞のスペースがあります。あ、これがリモコンか。じゃあこの iPad は何のためにあるのかちょっとわからないんですが、あとは電源が充実してます。なんといっても長距離フライト、ビジネスクラスでありがたいのが、席がフルフラットになるということですよね。これかな。お、I'm just trying. Perfect. Yay! Nice camera. Oh, it's so comfy. I love it. Yay! Oh, いいね。超フルフラットになりました。最高。これで寝れます。起こす。Oh, it's just instant photo. Wow, lovely. Thank you so much. Instant 写真撮れました。おー、いいね。楽しい。こんな感じで写真出てきました。いいじゃん。ちなみにこの T シャツ、昨日ドバイモールで買ったアディダスのドバイコラ、ドバイ限定 T シャツです。背中がドバイって書いてる、見える。あ、皆さんこんにちは、 YKK です。今回の動画ではエミレーツのビジネスクラスをレビューしていきたいと思います。私がずっとずっとずっと乗ってみたかったエミレーツのビジネスクラス、すべてが規格外なので、ぜひお楽しみください。ちょ、メニュー見てみようか。あ、ちゃ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 、よいしょ。パスポートここ置いとこうかね。ちょっと今お腹いっぱいだな。エミレーツのアイコニックなビジネスクラスというか、あれファーストクラスなのかな、わかんないんですけど、もっとこう個室になっていて、で目の前はこう女優鏡みたいな照明がギラギラ光ってる、そんなのもあるんですけど、もうこれで十分じゃないですか。最高ですよ。 Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. Can I ask you to please put your shoes?足上げて座ると落ち着くタイプなんで、足上げれると本当に楽です。普段エコノミーの時は足上げれるようにこう膨らますタイプの足置きを作って、膨らまして持ってって使ってます。こうやって足上げるとね、足むくまないし、なんかこうコンパクトになると落ち着くんだよね。だから私結構足上げれるだけですごいありがたいって思う。私がよく飛行機で使ってるグッズ紹介はこちらの動画で紹介しているので、いろいろ使ってみて行き着いた究極の機内グッズなんで、
これね、自信持ってお届けします。ぜひ見てください。いよいよモーリシャスに向かいます。お、浮いた。さよならドバイ。わあ、ドバイの街が見える。ご飯来ました。まずは前菜、サーモンサラダ。美味しい。あー眠で。飛行機のトイレがいい匂いするの初めてかもしれない。ブルガリの香水が入ってます。あとね、窓があって広々と感じる。ほら変な感じ、なんか広々とする。じゃじゃじゃーん。ラウンジにやってきました。これとかね、離陸後ね設置してた。テレビの前の台にお菓子とかこうセッティングしてた。 Hi, can I have orange juice, please? お菓子とかサンドイッチとか。夢が叶ったエミレーツのバーでドリンクを飲むという夢が叶いました。ちゃんとここバーで広々としてまーす。 Sorry. Yes. Okay. で、ここから2階は全部ビジネスクラスになってます。すごいね嬉しくて仕方ない。ライトとかもさ、普通の飛行機にはないもん。こういう一つ一つに感動する。なんといっても結構このソファー席いいと思うんだよね。逆光かな。このソファー席いいよね。みんなで談笑しちゃったりなんかして。意外とみんなこのバーエリア使ってないっていう。みんな慣れてるのかな。うちみたいに物珍しいとここぞとばかりにこういうスペース使わなきゃって思うんだけど、みんな使ってないね。いやー、これで一つ夢が叶ったので、次はいつかファーストクラスかな。あの完全に扉が閉まる個室のエミレーツ乗ってみたいな。ちょっとバーでね、お菓子いただきました。これはね、デート下噛んだ。デーツだそうです。アラブ系の国ではヘルシーで高栄養価として知られてるデーツは、お客様にウェルカムフードとして出すことも多いし、断食の後に最初に口にするのがデーツらしいです。これね、ごまにねラッピングされたデーツみたいですね。いろんなデーツがあるの。美味しい。うん、なんかごま団子みたいな風味。おいしい。よし、モーリシャスまであと3時間40分ということで、あと2時間ぐらい寝ようかなと思います。おやすみなさい。おはようございます。起きました。あと44分でモーリシャスに着きます。快適。ああ、よく寝た。ビジネスクラスって最高ですね。窓なんですけど、ボタンで押すとカーテンが閉まる仕様になってて、薄いから全然眩しいんですよね。で、知らなかったのが、もう一回押すとちゃんと遮光性のあるカーテンが降りてくるってこと今気づいた。え、眩しかった。モーリシャスが見えてます。ライブカメラで見えるね。天気はちょっと曇りかな。ちょっと雲が多い。でも晴れてるね。モーリシャス着きました。あったかい。日中は30度ぐらい暑くなると思います。もう地図で言うとここです。モーリシャス、マダガスカルの横にあるちっちゃな島なんですけど、そこにやってきました。モーリシャスの外気に触れました。なんかぬるい、あったかい。無事にドライバーとも合流できまして、今からういよホテルに向かいます。暑い暑い。 It's very hot. It's hot, huh? Yeah, we came from Dubai. Oh.
Does it rain a lot? Not rain now. Okay. We lack of water also. Oh. And, oh. 久しぶりにジャケットなしで外気に触れられる。あ、じゃあそうだな。エミレーツレビュー動画はこれで終わりにします。次の動画からはモーリシャス編が始まるので、そちらも続けてみてください。それでは。ハウスキーピングの方に財布からお金を盗まれました。せっかくこんないいホテルだから二度とこんなことが起きてほしくはないなと思います。